南都銀行シューティングスターズは、奈良県奈良市に所在する女子フィールドホッケーチームである。南都銀行を母体とする実業団チームとして、選手は銀行員とアスリートを両立している。南都銀行ホッケー部の総部は1982年、地元奈良県で開催される2年後の若草、国体に向け部員3名でスタートした。1984年より、単独チームを編成し、 活動、同年の若草、国体ホッケー競技に選手5名を派遣、同じ奈良県内の京合天理大学ホッケー部との混成チームとなる奈良選抜チームが国体初優勝を果たした。全日本実業団選手権大会は1992年初優勝。全日本社会人選手権大会は1996年初優勝。 1997年にはこの年から始まった女子ホッケー日本リーグに加入し第3位となる。また、西日本六人制大会でも1998年の初優勝以降5回の優勝。2005年12月11日には全日本選手権大会決勝戦に4度目の進出で悲願の初優勝を果たす。総部30周年を機に2013年から チーム名をなんと銀行シューティングスターズとした。ありがとうございます。